皆さんこんにちは、奈良です。本日は埼玉県飯能市にあります武蔵ヶ丘ゴルフコースのラウンド動画になります。ここのゴルフ場は三菱電機レディースの会場で、トーナメントのことやコースの紹介ができればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。谷から向こう行くと結構横からフォロー目になったりする時もあるから、ちょっと何とも言えなくなったんですけど、そうなんですね、意外と難しいですよね、ここね。今結構上げてきたなって感じだったんですけど、グリーン行くと割とっていう感じ。そうです、ちょっと変わっちゃったりする時もあります。そうなんですね、はい。結構飛行機飛びます。そう、あの基地が、横田基地が、ね、あるから結構飛んでるんですよね。結構ね、オスプレイとかも飛ぶんですよ。そうですよね、ここ4番のパー3ですね。ここどういうホールですね。ここはですね、谷越えのショートなんですけど、結構距離はたっぷりありまして、はい、で高麗グリーンの時は左側特にちょっと気をつけていただきたいですね。左側、左ちょっと落ちちゃうと、OB がありますので、はい、ちょっと左注意してください。はい、わかりました。はい、打ち下ろし入れて175でちょっと上げてるので、ユーティリティ22度で打っていきます。大丈夫ですかね。あります。ギリギリ大丈夫だと思うんですけど、打っときます。ちょっと一応もう一回打っときましょうか。ちょっと左目いっちゃったので暫定球打ちます。これも左いっちゃった。ちょっと跳ねましたね。ここはグリーンセンター狙いじゃないとダメですよね。ここはそうですね、ピンどこでもっていう感じ。そう、ですね。そうですよね。はい、1球目これです、ね。はい、2球目がこっちですね。はい、取っちゃいます。1球目あったのでこっち打っていきます。50度で打ってきますね。うん、いけ、おいしいです。下りしっかりめにあります。うん、そうですね。途中からの方がちょっと下りがあるような感じで、はい、感じ、最初はそれほどでもないかなという感じですね。はい、150度で打っていきます。すみません、ありがとうございます。はい、失礼します。ちょっと下りのスライスなので左カップ1個分ぐらい狙っていきます。ありがとうございます、はい、お願いします。はい、いやちょっとここはやっぱりティーショット左に絶対落としちゃいけないなと思います。なので、まあ、高麗でもベントでもピンどこでもセンター狙いの方が安全だなと思いますね。でここ5番のパフォーですね。ここどういうホールですか。こちらがですね、途中からセカンド以降がちょっとこう打ち下ろしてくるホールにはなってるんですけども、はいはい、一応ちょっと左側の方がフェアウェイが若干高くなってまして、左から右にちょっと流れてますので、はい、狙いとしてはセンターかセンターのちょっと左側、ちょっと狙いになりますね。はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあちょうど先に見えるグリーンとグリーンの間のバンカー方向狙いで打っていきます。
スです、はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、お願いします。ちょっと右に跳ねた感じ、ね、そうです、右に行きましたね。結構さっきのショートもそうだったんですけど、かなりグリーンが広大な感じで、うん、そうですね、崖がある感じですよね。そうですね、うん、で高麗の方がまだ砲台がちょっとこう、はい、少ないというか、はいはいはい、なんですけど、ベントの方が結構ね砲台っていう感じのグリーンがほとんどですかね。あ、そうですね、はい、じゃあトーナメントの時期グリーン早くなると結構そうですね、アプローチ大変ですね。そうなんですよね、13フィート近くになるので、うん、結構グリーンも硬くもしますし、そうか、じゃあ寄せが難しい感じですね。そうですね、はい、そうなんです。落としどころによっては結構寄せ難しくなりますよね。うん、そうなんですね、はい、で転がってバンカーに落ちちゃうとかコロコロコロって行っちゃうとかってことですよね。そうなんですよね。ティーショットはなんかの場所からだと一見こうね、うん、全体見渡せるけど、そうですね、ちょっとこうミスっちゃうと、はい、じゃあピンまで80ぐらいなので50度で打っていきます。です。ありがとうございます。お願いします。やっぱりピン奥の時はグリーン奥はもう危ないなっていう感じですね。そう、ちょっとやっぱり引っ掛けるとバンカーだし、奥からもライン的に難しいアプローチになると思うので、落とすんだったらもう手前からの方がやっぱり狙いやすいのかなっていう感じですよね。はい、ちょっとスライス入りますか。す、うん、最後ちょっと弱くなって若干ちょっとスラがあるかなってぐらいですね。最後切れるって感じですね、うん、ちょっとしっかりめに左縁狙いぐらいで打ってきます。ありがとうございます。レスパーです。はい、失礼します。ありがとうございます。これやっぱりベントだと奥にもバンカーあるから難しいですね。そうなんですよ、バンカーだらけで、うん、で砲台だから全部こう左右ぶれちゃうとすぐどっちかのバンカーに捕まって、ね、で結構行ったり来たりっていうのが多いんですよね。そうか、それありますね、難しいですね。そうですよね、で距離もちょっとさらに伸びるから高麗の時よりもちょっと難しいですかね、狙いところも。そうですね、確かにロングアイアンとかになってくる と、うん、とそうですよね。でセカンドもちょっとこう左足下がりとかでちょっと打つような感じになるから、だから結構難しいですか、ね、なるほど、そうですね、はい、確かに。じゃあここ6番のパー4ですね。そうですね、はい、ここはずっとこう打ち上げているホールになりますね、はい、でこう高麗グリーンの時ハンディキャップが1なので一番難しいホールになってまして、はい、右側はセーフなんですけども左側がくぼちもう全部アウトになってますので、うん、そうです、はい、ちょっと左側全体的に気をつけていただいて、はい、分かりました。タイガーフラッグも立ってますので、はい、よかったらこの赤い印のこのティーグラウンドから打ったここからすぐに、ね、ここから一応赤旗ぐらいまでやりますので、はい、よかったら参考までに、はい、はい、分かりました、はい、じゃあ今日はちょっと特別にバックから打たせていただきます。じゃあ少しフェアウェイセンターからちょっと右ぐらいを狙って打ってきます。ございます。ちょっと右ラフですかね、はい、お願いします。はい、お願いします。どうでしたか、タイガーの距離に。いや、ちょっとやっぱり少しでも近づきたいっていう思いでちょっと振ったら力入って右行っちゃったかなっていう感じですけどやっぱりもう叶わないのはもちろんですけど、少しでもやっぱり近づきたいっていう思い でここはでも皆さん振れるホールにはなると思うので、ちょっと左は怖いかもしれないですけど振ってみて、常にあのタイガーフラッグあるんですよね。ここは、うん、このホールはありますね、うん、なのでもう、はい、皆さんできるだけ近づくようにっていう感じでドライバー、うん、振ってみると結構楽しいかなと思いますね。バックティーからが、まあ、ほぼ同じ距離を、うん、
そうですね、体験できるというか、うん、どの体験できるみたいな、うん、はい、こんなに違うんだっていう。でももうバックから見て分かるぐらい遠かったですもんね、うん、そうですよね、対岸の旗が、うんうん、横田さん、タイガーって、はい、日本で初めてラウンドしたのがここ武蔵ヶ丘で。あ、そうです、はい、そうです、ここ武蔵ヶ丘で、はい、日本で初めて。それすごいですね、うん、1997年だったんで、うん、今からも26年前ですかね、はい、全盛期だから相当あれですよね、多分湧いた。そうですね、はい、思いますよね、はい、すごい。よかった、ロビーにもあのなんか飾ってあるんで、当時の。あ、そうなんですか、うん、バッグだったり、はい、なんでよかったら、ね、はい、じゃあ後で見てみましょう、うん、はい、はい、上りがプラス10ヤード弱ぐらいあるような感じですか、ね、はい、わ、はい、かりました。じゃあピンまで上り入れて168ぐらいなので5番アイアンでできます。でしたね。すみません、お願いします。はい、お願いします。はい。何ヤードぐらい下がったらちょっと悪いですね。そうですね。行きましょう。70ヤードぐらい。もう見える景色が違いますよね。全然。抑えて打ってそうだ。確かに。全然やっぱり違いますね。じゃあ50度で打っていきます。失敗ですね。はい、はい、お願いします。はい、上りでちょっとフックしっかりめに入ってますね、うん、そうですね、で、はい、結構ここ上りがちょっときつくなってますね、はい、はい、ボギーでしたね。はい、お願いします。セカンドのラフがやっぱりきつかったので、ちょっと長めに残ってるんだったらユーティリティとかの方が優しいかもしれないですね。ただグリーンは広いので、やっぱりセカンドの距離は合わせていった方が全然いいと思いますね。じゃあ7番いきたいと思います。